皆さんこんにちは、ひゅうがです。はい、今日はちょっと見てください。ノーセットなんです。そう、帽子をかぶってて、ちょっとたまにね、帽子をかぶることとかあると思うんですけど、あの TikTok とか見てると。だから今日はセット動画を撮っていきたいと思います。いつも髪の毛のセットがうまいとか、髪型がいいですねとか、インスタライブとかでもって言ってくれるので、だから今日はちょっと自分なりのね、あの髪のセットをしていきたいと思います。あと自分はあの美容師とかじゃなくて、ただ自己流でやってるので、あのこいつ下手とか言わないでくださいね。ちなみに今この帽子を取ってみるとこんなんです。じゃーん。なので今からこの髪の毛セットねしていきたいと思います。では早速髪の毛を濡らしていくところからいきましょう。レッツラースタート。はい、皆さん髪の毛洗ってきました。こんなんです。じゃじゃん。いつもはねこう髪の毛セットしてるんで、あれですけど今日珍しいと思うんで皆さんチェックです。で、髪の毛セットするには大事なことがあって、やはり髪の毛セットするときはドライヤーが一番大事です。ドライヤーで乾かしていきたいと思います。で、髪の毛の乾かし方にもちょっとポイントがあります。セットするときはこの上の前髪にボリューム、前髪じゃないわ、ここにボリュームをつけたいので、ここにうーってやって、うーってやって、うーってやってから、またこっち側からこの流れを作っていきたいので、この束感っていうのですね、束感で束感を作っていきたいから、流れ的にはこっちから行くのとこっちもこっち側に行くんですけど、それを作るのに土台がドライヤーが必要なので、なるべくでもドライヤーをこうシャンシャンシャンってやってください。でこっちもシャンってやりつつも、ここの下根元の方にやるとこの髪の毛くんが上がってきてくれるので。あと前髪の乾かし方なんですけど、前髪が本当にマジで大事です。このここね、こう上げていく感じね、こうやって上げていく感じ、こうやって上げていく感じが本当に決まるよ、決まるからよろしく。ということで乾かしていきたいと思います。ドライヤーで乾かすポイントとして、このドライヤーをブーってやった後に熱くな、髪の毛が熱くなるんですよ。その後に冷やしてあげるためにドライヤーを外した後にもずっと手をこうやってやってあげるとセットがしやすくなるっていう、あの髪の毛が熱くなって冷えて固まるっていうイメージですね。こっちも前髪もそうです。ブーってやった後に外してこの状態にしとくと、その状態にワックスする時がなりやすくなります。なのでこういうところとかも決めたいときはこうやった後に外して待ちます。そしたらとてもセットがしやすくなるので、ぜひやってみてください。で、僕が使ってるのがこちらです。デューサーの5を使ってます。デューサーの5を使うこといいのが、とても束感をやりやすくて本当にやりやすいです。それで、あとなんか量もねあるし、安いし、ドンキでやってるし、本当に皆さんリュウさんの5はおすすめです。高校からも使ってますね、リュウさんの5。それ以外は意外となんか柔らかくてセットしづらかったりとかしてて、その本当に決まりやすいです。ワックスするときに一番心得てるのが、この束感というこのツン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 が大事です。ツン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 が大事なので、皆さん本当にワックスするときは皆さんツン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 してみてください。では行ってみましょう。まず最初にもうこんぐらい取ります。こんぐらい取って、まあ手に混ぜます。こうやって、まあこう適当でいいですよ。適当で、適当でいいので、じゃあ最初に後ろにやります。バック、そしてバックやって前、前もこういうようなさあさあ。髪の毛にワックスがないついてないのはダメなので、さんだからぜひ。で、こうやっていくときにも足りないなと思ったら足していきます。足して前にも、で、このやるときもちょっとなるべく前に持っていきたいので、前に前に持っていきたいので、こう前に持っていきます。こっちもこのように
前に持ってくることによっていい感じになってきます。鏡ここにセットして動画をしていきたいと思います。でちょっと大事なのがこの耳の後ろ、ここのラインです。このラインもあることによってとても結構漏れます。全体にもうワックスがついてきたなと思ったら形作りが入っていきますね。で前髪も、前髪は最後です。前髪は絶対に最後、最初に絶対つけちゃダメです。これは絶対絶対絶対で、ここにボリュームをつけたいので一回もう髪の毛たちを持ってきちゃいます。このように持ってきちゃって、このツンツンなんだよ、ツン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 。あとはセットにかかりますよね。こんな感じになってきました。セットするときに本当に大事なのが前髪。前髪は本当に顔のすべてを決めると思っても過言ではない。本当に大事なので皆さん前髪は本当に集中してください。これ大事です。で僕のこのセットにするときにやっぱ大事なのは前髪のここの流れ。シュワン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 ってなるので。ここの流れが一番大事だと思っているのと、こっち側がタバコを本当に作った方がいいので、このネジ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 っていうのをいっぱいやるとツンツンになるので、はい、セットした時がこんな感じですね。わかりますか。じゃじゃーん。黒髪だとねこのツヤ感があったりとかしてより男前に見えたりするのでいいなと思います、ね、こんな感じです。この髪でもちょっとわかりづらいですけど、黒髪だとこんな感じです。わかるかな。髪の毛のセットはこんな感じです。そしたら最後にこの VO5 を最後に使います。これを使うとねエキストラハードバチバチに決まります。これを本当に使うといいので、これもやると意外とツヤ感も出て束感も出て本当にかっこよくなるので、あとまあキープねしっかりしてくれるのでこういうやつは、なので皆さん絶対に使ってねということで、まあ最初にここら辺かけて、まあ、大体適当ですね。 VO5 はターッとかけて後ろにはパーッとかけて大体それで終わりです。で VO5 をやった後にもちょっとネジネジすることによってよりこの束感ができるので皆さんやってください。じゃあやってみます。そうですね、このここのラインね、ここのラインがね、このラインが大事なんですよ。ツンツンしてる感じが。で前髪はもうやっぱおでこに上げたくないので、ここの本当になるべくでもこのラインに前髪にやった後にシュートやった後にこの流れを作ることが大事です。ライオンっぽいけど、ここの持ってき具合、ここがここで決まります。ここの一番サイドのやつを上に持ってくるとよりいい感じになるので、このラインをやってみてください。はい、こんな感じです。仕上がりはこんな感じです。はい、皆さんいかがだったでしょうか。いつも僕のいつも通りのセットの動画です。こんな感じだったので、まあ参考になるかわからないですけど皆さんよかったら見てみてください。そして真似したら皆さんなんかインスタとかでタグ付けしてください。はい、今日の動画はこんな感じでした。今日もいいねと思ったらいいね、グッドボタンと、そしてチャンネル登録もお願いします。これからもまだまだ投稿していくんでよろしくお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。